デザートウエストさんっていう会社からですね、車載ホルダーですね、スマートフォンの車載ホルダー 2タイプ提供していただきました。で、ちょっと紹介していきたいと思います。正直に思ったこと言っていいって言ってることだったんで、ちょっといいとこ悪いとこを見ていきたいと思いますね。デザートウエストさんっていうのが、ワイヤレス充電器、車載ホルダー、パソコン周辺機器などを作ってる、会社です。で、会社が、中国広東省のシェンチェン市っていうとこからですね、にある会社です。ちょっとじゃあ開けていきたいと思います。で、こっちが、ですね、ダッシュボードに両面テープで止めるタイプですね。で、こっちが、ドリンクホルダーのとこにつけるっていうんですかね、エアコンの吹き出し口に挿すタイプの商品です。じゃあ、まずじゃあ、このエアコンの吹き出し口につけるタイプから見ていきますか。で、箱は結構高級感ありますよ。ボタンがありますね。ボタンを押すと広がるって感じ。このスマホが当たる面にもラバーついてますね。ラバー、ごめんなさい。これラバーじゃないですね。硬質なスポンジですね。スポンジだ。硬質スポンジですね。下部と、背面、それと側面ダブルでスポンジがついてます。で、こっちは、これが、エアコンの吹き出し口に、挿すタイプのやつですよね。はい、これで固定できましたね。これで、ここを絞ってこうフィンを挟む感じですね。で、普通のエアコンの吹き出し口に挿すやつって、こんな太くないんですよね。もっと細いと思うんですよ。だからこれかなり強力だと思いますね。でこっちも、硬質ラバーついてるんで、車体の方を傷めることはないと思います。で、スマホは、こう置いて、手動ですね。手動でこう挟み込む感じです。で、オートロックですね。結構強いですよ。こんだけ振っても落ちないんだったら全然大丈夫ですよね。そこ逆さまですよ。で、外すときはこのボタン。ホールド性はかなり高いですね。実際にあと今度車につけてみてどうかっていうのも後でやりますけど、とりあえず、製品の精度と、ホールド、一番大事なところですよね。これは全然問題ないです。むしろ素晴らしいと思いますね。もう一回いきますか。置いて、手動で挟むと。今これ軽く、全然問題ないですね。逆さまにしてこんだけ降っても落ちないんで、車でこういう揺れで落ちることはまずないでしょうね。説明書なんて大して読むことはないと思うんですけど、ちゃんと一応日本語の説明書が入ってるんで、組み立てた方とかも書いてはいますね。なんで全然使ったことない、こういう商品を使ったことがないっていう方でも全然問題ないと思います。あとは、デザートウエストさんの、商品カードみたいのが入ってますね。で、ここに20% オフのクーポンっていうのもあるんで、同じ会社で次何か買うときあれば 20% で買えますね。下の部分が空いてるんで、スマートフォンを充電しながらホールドっていうのもできますね。はい。下が空いてるんで、こうですね。はい、で、こういうふうに充電ケーブルを挿したままホールドできますよっていうことになります。はい、こういう吹き出し口に挟むタイプですね。ちょっとこれ、ここにつけてみますか。車種は、マツダの CX-5 なんですけど、
まあ、当然この吹き出し口に挟み込むタイプなんで、こう吹き出し口と一緒にこう動くのはありますけど、ただこれが外れるってことはないですね。吹き出し口を思いっきり挟み込んでるんで。で、スマートフォンを置いてみますか。まあ、こんな感じですよね。で、ホールドですね。うん。で、外すときは、背面のボタンを押すんで、こう外れますか。はい。まあ、こんな感じですね。ちょっと見づらいんで、こっち向きますけど。うん、十分ですよね。はい、それと全く邪魔にならないですけどね、このエアコンの吹き出し口につけるタイプは。ただ、視界をこう落とさなきゃいけないんで、運転中に見ると考えれば、こっちの方が見やすいのは見やすいですよね。だから使いようですよね。視界を妨げにならないっていう点で言えば、こっちの方が利点ありますし、見やすいっていう点ではこっちが利点ありますよね。デザインかっこいいですよね。